回の食材大辞典はこちら。日本ではおひたしや七草がゆによく使われているセリについてお話をしていきます。なんでこのセリの話を今回するかというと、実はですね、私この前韓国に行ってきたんですけど、韓国で今セリサムギョプサルっていうのがなんか流行ってるみたいなんですよね。で、韓国といえば美容大国じゃないですか。で、実は私も実際セリサムギョプサル食べたんですけど、ものすごいね、やっぱりね、大量のセリを食べてたんですよ。なのできっとセリにはいろんな美容の秘密があるんじゃないかと思って、皆さんと一緒に今回は見ていこうと思います。さて、このセリなんですが、歴史をたどるとなんと数少ない日本原産の野菜の一つで、奈良時代にはすでに食べられていたそうなんですね。ちなみにセリという名前の由来なんですが、競り合うから来ているそうです。競りは競り合って一箇所で育成するために、競りという名前が付けられたそうです。ねえねえ、知ってる？競りといえば、競りなずな、すずな、すずしろ、五行、箱べら、仏の座と七草がゆに入っている野菜の一つかと思います。七草がゆ自体はですね、お正月に食べ過ぎて疲れたよういたわるものなんですけれども、なぜ競りがその七草がゆの一つに選ばれているかというと、競りの成分に胃を健康にしたり、食欲増進、解熱といった効果があると言われているからなんだそうです。じゃあこのセリ、一体どんな栄養素が入っているかというと、セリの中に一番入っている栄養成分は葉酸なんですね。で、葉酸といえば貧血防止に欠かせない成分だったり、あとは動脈硬化になる原因物質を作らないように働く重要な栄養成分になっています。で、その他にもですね、カリウムや鉄、そして抗酸化作用が強くて細胞の老化を防いでくれるビタミン A、 そしてビタミン C が豊富に含まれていると言われています。だから美容大国韓国で最近よく食べられているのかもしれないですね。さあ、皆さん、この中に含まれている抗酸化作用が高くて細胞の老化を防いでくれるビタミン A、ビタミン C、効率よく摂りたいですよね。効率よく摂るためにはぜひ油と一緒に摂ってみてください。油とですね、実はビタミン A、ビタミン C はとっても相性がよくって、吸収率を上げてくれると言われてるんです。なので、やっぱりセリサムギョプサル美にかなってたんですね。で、まあね、お家でサムギョプサル、まあ作ろうと思ったら作れるかと思うんですけど、セリと豚肉をただ炒めるだけでも全然いいと思いますので、皆さんセリ見かけたらぜひ買って食べてみてください。さて、今日はセリについてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。最後まで見ていただいてありがとうございます。いいねと思われた方はグッドボタン、そして皆さんチャンネル登録お願いします。ということで、今日も一日グッドラック。 See you next time!